はい、どうもこんにちは、バシーとミクです。はい、本日紹介するのはこちら、じゃーん、フィグマカイトです。はい、なぜ今更、紹介するかというとですね、フィグマの、メイコがですね、5月の26日金曜日に、出荷が予定でされてますね。はい、それまあ、フィグマのメイコが来るということでカイト、購入させていただきました。はい、今回ちょっと新品ではないんですけど、中古品になっちゃうんですけども、まあこれしかなかったので買ってきました。はい、本日こちらの方レビューしたいと思います。はい、バシーミクチャンネル。ちなみになんですけども、僕以前ですね、ネンドロイドのカイトを、実はもうレビュー済みなんですね。なんですけども、その動画を間違って消しちゃってしまって、いま、だにネンドロイドのカイトだけレビューとかが上がってないという状態ですね。もし要望が多ければネンドロイドのカイトを、再レビューしたいと思います。はい、じゃあ、いつも通り外箱の方から見ていきましょう。はい、それでは、その箱の方を見ていこうと思います。フィグマカイトと書いてありますね。で、ナンバリングが192番ですね。意外と初期の方です。はい、で、まあカイト本体と、それから表情パーツ2種類、そしてアイスが2本見えますね。はい、で、横面に見てみると、フィグマと青文字って書いてありますね。はい、で、後ろ面がこんな感じ。3種類の表情のほか、アイスキャンディーやロングマフラーなどのオプションパーツが付属ということで、アイスの棒だとか、アイスキャンディーだとか、長いマフラーが付いていくみたいですね。はい、まあ、短いマフラーもあるみたいなんですけどね。はい、で、横面がこんな感じですね。うん、で、上の面と、下の面になります。はい、それでは早速開けていきましょう。はい、はい、開けてみるとこんな感じに入ってました。カイト本体と、それから表情パーツが2種類、そしてアイスキャンディーが2本、そしてロングマフラーが1本ついてきますね。はい、なんですけども、この持ち主さんですね、前回持ってた持ち主さんはどうやらロングマフラーの方は触らなかったみたいで、カイト本体だけ飾ってたという形みたいですね。はい、僕は中古品のフィギュアっていうのはあまり買わないんですけどね。ごめんなさい、 YouTube でレビューし始めるようになってからもうめっきり買わなくなりましたね。ほとんど新品です。はいなんですけど、カイトだけどうしても新品とか見つからなかったので、今回中古屋さんで買うという感じになりました。はい、ではですね、ちょっとカイトの本体だけですね、細かいところを見ていきたいと思います。はい、ではカイト本体の方からですね、本体のみで全部見ていこうと思います。まずは全体ですね。全体的には普通のフィギュアと変わりはないですね。ミクちゃんと比べてみてもカイトの方が大きいななんか普通にカイトの方が大きい。はい、初期の方だからかな。はい、メイコネの、そうですね、フィグマのメイコネの身長をちょっと見てみたいと思いますね。あと細かくね。はい、で、可動はいつも通りのフィグマと一緒で、まあこんな感じに腕が大きく動いて、それから関節が動きますね。はい、で、手首のパーツなんですけども、初期のフィグマなんだろうでしょうかね。はい、こんな感じになってて、普通のフィグマとちょっと違うんですね。よいしょ。手首の部分にも関節パーツがあらかじめ合ってある状態ですね。普通というか後期の方のフィグマにはそういったのは見られなくて、はい、こんな感じに、ハンドパーツと、関節パーツが分離している状態になっています。分離というかねまあ一体化ではない状態ですね。なんですけども、初期のフィグマの方はなんかこういった作りみたいですね。なるほど、初期のフィグマ持ってないからなはい、で、それからマフラーがあって、で、首がある状態です。首はマフラーのせいでちょっとあんまり稼働はしない感じかな。一応回りはするんですけどね。はい、で、腰のところがこんな感じに動いて、結構大きく動きますね。はい、で、足がこんな感じに前に大きく動いて、後ろはあんまり動かないかな。はい、で、膝ですね、膝がこんな感じに曲がります。で、足首もある程度稼働はしますので、まあそうですね、設置には問題なさそうかな。はい、ちょっとポーズは変なんですけども、まあ、台座パーツがなくても一応、まあ、こんな感じに自立はできますね。はい、で、後ろの面がこんな感じです。普通のカイトの衣装バッチリ再現してやっていいと思います。 V3 のカイトに比べるとちょっと地味ですね、やっぱり。はいでは、一通り稼働とかも見ましたので、ポーズつけていきたいと思います。じゃーん、
はい、とりあえず思いついたかっこいい感じのポーズを撮ってみたんですけど、いかがでしょうか。なんだろう、男の子のフィギュアはあんまり使わないので、なんか扱いが難しいような感じがしますけども、まあ大体思った通りに動いてくれますね。さすがフィギュアだと思います。はい。じゃあ、次行きましょうか。なんか恥ずかしいな。はい、続いて、パッケージにあった通りの、加工ですね、を元にして、ちょっと自分に作ってみました。こんな感じになりますね。ネンドロイドの回答と比べてみると、やっぱりネンドロイドの回答はあれですね、二等身だからすごい可愛く見えるんですけども、こちらのフィグマの方ですね、はちゃんと八等身なんでかっこよく見えますね。はい。クリプトの方で結構ネタにされてね、遊ばれてる回答ですけど、まあこうしてみると普通にかっこいいですね。はい、じゃあ次行ってみましょうか。はい、続いてですね、カイトにアイスを持たせてみました。アイスを持たせる際にですね、ちゃんと棒の部分を持てるような感じになっています。はい、なんだろう。ちゃんと持ててるんですよね、こんな感じに。はい、素晴らしい。で、ミクちゃんに持ってもらうと、じゃん。はい、こんな感じになってるんですね。アイスの棒の部分を、隠れちゃってですね。アイスを直持ちしてるような感じになってしまうんですね。それに比べてカイトの方は、ちゃんと棒の部分を持ってるということですね。アイスが溶けないように持ってるんですね。素晴らしい。ただ、個人的にはアイスよりかはやっぱりボーカロイドなんでマイクあたりが欲しかったなと、ちょっと思います。はい。では、一通りですね、カイトのやつをちょっと試してみましたので、次はロングマフラーの方をちょっとつけてみたいと思います。はい、まずはですね、適当にポーズつけてみたんですけども、まあこんな感じですね。マフラーですね。マフラーの方が結構躍動性がありまして、これは使いようがありそうですね。はい。ちなみになんですけど、このマフラーが稼働します。びっくりしました。はい。後ろちょっと戻すんですけども、よいしょ、ちょっと書いてごめんね。このマフラーですね、ここにこんな感じにこう動く仕掛けというか、まあ多分これ刺さってるだけだと思うんですけどね。よいしょっと。マント本体、まだごめんなさい。マフラー本体と、それからこの長いマフラーの部分ですね、は繋がってるらしくて、こんな感じに動かすことが、できます。はい。で、カイトの頭がちょっと取れやすいのが難点ですね。はい。でも、意外、ちょっとかっこよくできてるので、面白いですね。はい。では次、ちょっと行ってみましょうか。またか。はい、続いて、さっきと同じような構図で、マフラーだけ変えてみたんですけども、まあこうなりますね。やはりマフラーが長い方が格好つけますよね。はい。こんな感じになるんですけども。マフラー長い方がやっぱかっこいいですね。ちなみになんですけど、マフラー短い方と長い方、皆さんもどっちが好きでしょうか？僕はやっぱり長い方が好きですね。中二心がこう、くすぐられますよね。はい、というわけで、フィグマカイトの紹介でした。個人的にはちょっと古いフィグマっていうのもあってですね、首がポロポロ取れてしまうっていうのがちょっと問題かなと思いました。はい、グリグリ動かす系のフィグマではちょっとね、顔が取りやすいっていうのはちょっと欠点なんで、その辺はそうですね、カイト V3 あたりに期待したいと思います。はい、でもですね、結構かっこよくできてて、カイトのメインアイテムでもある、マフラーとそれからこれですね、アイスがついてくるのがとても嬉しいと思いました。はい、ただ、ボーカロイドなんでやっぱりちょっとマイクが欲しいかなっていうのがありましたね。でも全体的には、結構かっこいい感じにできてたので、回答好きの方はぜひ手に入れていくべきなんだと思いました。はい。メイコですね。メイコがどんな風に出てくるかわかんないんですけども、まあ、そうですね。それなりに期待してお待ちしたいと思います。はい。で、回答は、V3 の方を期待したいと思います。はい。というわけで、フィグマカイトの紹介でした。紹介したのはバシーとミクでした。はい、またねー。またね。本日のプチミクコーナー、イエーイ。はい、というわけで、本日のプチミクコーナーやってみたいと思います。はい、本日紹介するのはこちら。じゃん。はい、前回も紹介しましたね。ゆきみくちゃんの、チャームです。はい。まあ、ゆきみくちゃんのチャームじゃないですけど、まあ、せっかくにボーカロイドのチャームなんですけども。はい、このコーナーですね、一度回してリベンジも動画出して、本日3回目になりますね。まだ残ってたので、ちょっと回してきました。以下200円のやつです。はい、じゃあ開けてみましょう。せーの。じゃじゃん。
はい、ミクちゃんとルカネでした。はい。まあ嬉しいんですけど、メイコとカイトが全然当たんないんですね。はあ、やっぱ全部回す気でいかないとダメだね。全然当たりませんからね。はい、まあミクちゃんがまた当たってくれたんでね、よかったと思います。はい、ありがとう。ルカネも、うん、まあいいかな。はい、まあこちらの方はレビュー済みなんで、もう詳しくは見ないです。はい。というわけで、本日のプチミクコーナーでした。はい、またねー。バイバイ。ミクとパシーからお願いがあります。はい、チャンネル登録と動画の評価をお願いします。ツイッターもやってますので、ぜひフォローお願いします。それではバッシーとミクチャンネルをお願いします。